注目！これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は前門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォール・ローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエガー訓練兵の援護のため大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば壁上からの援護の砲撃で倒しやすくなる。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し、領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。ごめん、もらっていく。怖くなんかないぞ。物資を運べない。僕の立てた作戦が採用されたんだよ。この作戦で正しかったの。同期で北角がトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。もう大丈夫だ。助かった。補給物資を持ってきたから使ってくれ。頼んだよ。了解だ。邪魔かと急犯だから、その日
に逃げられた。見かけたら助けてあげてくれ。くそー、キリがねえぞ。救援要請確認、向かいます。頼んだよ。分かった。やりました。サシャ、この勝負やってやる。頼んだよ。
守りたい家族がいますから。やるんだ、飛行士だ。分かったね。ダメだよ。分かったぞ。これで大岩の周りの巨人は排除できた。他の巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ、行くぞ。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン？